私の名前は美穂と言います。私には2歳年上の姉の美香がいます。私たちには事情があり、両親はいません。そのため私たちは養護施設で育ちました。私は小さな頃から引っ込み思案で、おとなしい性格でしたが、反対に姉は活発で自由奔放な性格でした。施設にいた頃、私たちは姉妹であることもあり、常に同じ部屋で過ごしていました。お姉ちゃん、それ、私のクマさんだよ。なんて言ったの？聞こえないわ。私のクマさんを返してよ。どうして？あなたは、私の妹でしょ？私の方が上なんだから、言うことを聞きなさい。数年後、お姉ちゃん、ちょっと待って。せっかく買ったノートを無断で使わないでよ。でも、私のノートがなくなっちゃったし、お金もないから、新しいノートを買えないし、遊びばかりに使うから、そうなっちゃうんじゃないの？何言ってるの？あの事故から、生き残ったのに、人生を楽しまなきゃ損でしょ？パパとママがいたらな。いつまでもそんなこと言っているから、この施設の先生たちから嫌われてるのよ。私知ってるのよ。お姉ちゃんにいじめられてるって泣きついたのに、先生たちには無視されてたんでしょ？お姉ちゃんが私のものに触らなければ問題ない話なのに。だから、私がいる限り、あなたのものなんてないの。あなたのものは、姉の私のものでもあるのよ。同じことを施設の先生たちも言ったでしょ？私は黙り込んでしまいました。姉からの陰湿ないじめは長く続きました。私のものを取られることよりも、私に対しての悪口をどんな場面でも言い続けられることの方がずっと辛かったのです。私はその後、姉からの嫌がらせや、施設の職員も完全に無視して、勉強に没頭するようになりました。姉に自分のものを取られないよう、勉強道具や貴重品をすべて、鍵付きの私専用ロッカーに保管するようにした。学校の先生に事情を説明して、用意してもらいました。また、週に1回だけ、アルバイトできるように、生活指導の先生に、許可をもらいました。姉は私からバイト代を奪おうとしていたし、施設の職員たちは学校が許可していることから何も言わなかったが、あんた財布なくしちゃったんでしょ？どうやって生活してるの？お姉ちゃんには関係ないから心配しなくていいよ。なんなのその態度。自己管理もできない。あんたみたいなバカを心配してやってるのに。学費や文房具にすべて使ってるから、お金は残ってないんだよ。嘘つき。それが本当なら、本物のバカね。好きに言えば。姉は翌日やその次の日も、私の引き出しやカバンを漁り、お金や財布、通帳がないか探し続けました。でも全部学校にあるのに、姉が必死で探している様子を見るのは滑稽でした。数年後私は自分の力だけで一流大学に合格しました。大学入学手続きに必要な書類は姉に邪魔されないようにすべて学校に記入し先生に預けました。私は特別奨学金の申請をしました。そして申請が受託され支払い不要で一流大学に通うことができるようになりました。大学進学が決まったのでこの施設を早く出るためにすぐに私は6畳一間の部屋を借りて退所しました。奨学金はもらえるものの生活費を節約しながらのキャンパスライフでした。だけど誰にも邪魔されずに自由に勉強できるのは本当に嬉しかったのですが、ある日、あれ？美穂じゃん。あ、姉ちゃん、お邪魔するね。ちょっと、いきなり何？これは何？大学の集まりかなんか？うん、サークルのメンバーだけど、お姉ちゃんはここで何してるの？実はさっきの男に
部屋を追い出されちゃったの。さっきの彼氏じゃないの？仲良さそうだったのに。彼氏？まさか、ただの友達。それより今、仕事してなくて、施設を出たものの、住むところもなくて困ってるのよ。私の部屋は無理だよ。格安アパート、6畳一間で、私も生活費に苦しんでいるから。誰があんたに頼むのよ。他にも、男友達がいるのよ。え？ところで、私のこと、友達に紹介してくれない？姉にはもう、会いたくないし、この辺りで飲んでるなら、もう私は、飲み会に参加しない方が、いいかもしれない。2ヶ月後彼氏が初めてできたのに、姉に取られてしまった。え？ああ、ミカちゃん、お久しぶり。何してんのよ、こんなところで。彼と姉が、ベッドにいるのを見つけて驚いた。姉がどうやって彼のことを知ったのかはわからなかったが、彼は居酒屋で出会って意気投合したと言い訳していた。実はお前との付き合い少し重たく感じるんだよ。え？それって私が悪いって言ってるの？浮気しておいて。それはね、あなたが彼との時間を勉強優先で削ってるからじゃないの？でも、夜になると、都合のいい時だけ、会いたがるんでしょ？私たちは学生でしょ？昼間は、勉強しなければいけないんじゃないの？先週もあなたは、講義を休んで、遊びに行こうって言ったくせに。あなたが自分勝手なだけで、私が重いわけじゃないわ。そういう上から目線な態度なところが、嫌なんだよ。わかるわ。自分に自信がなくて、何もできないから、他人に対して上から目線になってしまうんでしょうね。お姉ちゃん、口出ししないで。そもそも彼に近づかなければ、こんなことにはならなかったんでしょ？あなたのものは私のものって忘れたの？彼氏も同じ。一流大学出ても相変わらずバカなままじゃない。彼を物扱いしないで。しかも彼はあなたと別れたがっていたの気づかなかった？だからタイミングが良かったんじゃない？彼の心はあなたみたいなバカからとっくに離れているのよ。悪い。もう関わりたくない。二度と近づかないで。くそ、悔しい。もう誰にも負けたくない。私の幸せを邪魔する者は全部排除するわ。数年後、施設の職員が大学に連絡をして友人を通じて手紙が私の手元に届いた。これ、事務員さんに頼まれた手紙だけど、これ、美穂のお姉さんの名前だよね。やっぱりなんか変じゃない？うん。私が中学3年生になった時、姉による妨害があって、勉強が進まなかったため、施設の先生に相談して、姉とは別の部屋にしてもらえるように話をしたが、お姉ちゃんのせいにしないで、姉妹で協力しなさい。でも、このままだと勉強に支障が出てしまいます。受験に失敗してしまうかもしれないんです。それなら、食堂ですればいいだろう。でも、姉がついてくるんです。一人で集中できる場所が欲しいんです。じゃあ、倉庫やトイレの用具入れで勉強するしかないな。部屋が足りないんだ。君だけ特別に部屋を用意することはできない。男子棟には自習用の部屋が専用で用意されているじゃないですか。男子棟には名門校に通う生徒がいるため、特別な自習室を設けているんだよ。女子棟でも同じように自習室を欲しいなら、お前も名門校を目指してみたらどうだ？ただ、今の状況では難しいだろうがな。そのために改善策を。名門校に通う子たちも辛い状況を乗り越えて勉強を頑張ったんだ。彼らができたことを最初から不可能だと思い込んでいる限り、志望校に合格することはできません。もういい。
誰も私を応援してくれないのならば、自分の力だけでやってやる。私を見下す全員、見返してやる。意地でも、必ず志望校に合格して、進学くらして、誰でも知ってる一流大学を目指すんだ。私はその日から一生懸命に勉強し始めました。大人たちが言った学習スペースだけでなく、あらゆる場所で勉強しました。その結果、志望校に合格し、特進クラスに入ることができ、とても嬉しかったです。ところがその後、私は高校の寮に入りたいと思って相談したところ、そんなお金がどこにあるんだ。でも、姉と同じ部屋だと、邪魔されて勉強に集中できないんです。自分や親のお金で寮に入ることができないなら、我慢するしかないな。はい、失礼しました。その後廊下で先生たちの会話を聞いてしまった。偶然合格しただけで、もうスター気取りか？まだ姉のミカの方が従順ですよね。妹は反発ばかりで困りますね。ふーん、従順か。それが先生たちの本音なのか。私は決してあいつらが望むような人間にはならない、と思った。ねえ、これおかしくない？ほら、新郎の名前見て。ちょっと、あの牧野さんといえば、美穂の元彼だった。同姓同名は珍しいでしょ？だから、間違いないと思う。自然消滅だったのかと思ったけど、実は、あの女のせいだったんだわ。仕事が忙しくて会えなくなって、連絡も途絶えたんだけど、あの男、面の皮が厚いところがあったとは思わなかったわ。どうするの？美穂はこの結婚式に行くの？もちろん行くよ。大丈夫？そして姉の結婚式当日が訪れた。ありきたりなチャペルでの挙式が終わり、披露宴の通常の催し物が終了した後、メインイベントである姉のスピーチが始まった。私には、たった一人の妹がいます。彼女は本当に私に懐いてくれて、いつも私についてきました。時には一緒に悪さをしたり、喧嘩をしたこともありましたが、基本的には私を大切に思ってくれる素晴らしい妹です。文房具や服の貸し借り、勉強の助け合いなど、年齢の差を超えて本当に仲良く育ってきました。そして私たちが本当に感謝しているのは、私たちが子供の頃からお世話になった施設の先生方です。いつでも困った時に子供たち一人一人に平等に手を差し伸べてくださり、本当にありがとうございました。何これ？こんなバカバカしい雰囲気の中で気分が悪くなるスピーチしないで。それでは、新婦で妹である美穂さんからお姉さんである美香さんへのメッセージをお願いします。お姉ちゃん、言いたいことがあるので、今ここで伝えます。私は、お姉ちゃんが、本当に大嫌いです。私のおもちゃや勉強道具、服、カバンまでも盗んでたし、妹のものは私のものだと勝手に言って、私の彼氏まで寝取ったよね。牧野さんが、二人目だというのは知っていますよね。彼にはちゃんと話していますか？まあ彼も浮気して私よりもあなたを選んだことだし知っているかもしれませんが、あなたは過去に何度も私をいじめてきました。私のことを猿の骨格標本みたいだとか、食べ方汚くて口の中でゲロ作ってる感じとか、鳥頭が勉強とか頑張るだけ無駄とか、今でも同じように私をいじめ抜いているでしょ。過去のことを否定して嘘をついているのを見ると本当に気分が悪いです。これ以上私たち姉妹の関係を続けることはできません。二度と連絡しないでください。それに施設の大人たちが手を差し伸べてきたっていうのは嘘ですよね。あなたたちは私をいじめた上に、私たち子供たちが勉強できる環境を作ってくれなかった。
私は真夏の灼熱の中、倉庫で勉強しました。私が頑張って高校に入学したら、あなたたちは私に、高校の寮に入りたければ、親のお金で入れ。無理なら我慢しろ。と言ったじゃないですか。両親を亡くした子供に、そんなこと言うのは、ひどいことですよ。私の努力や苦労を知らず、偏見に基づいて、子供たちをいじめるクズばかりだと思っています。あなたたちは、自分を正当化するために、人前ではいい顔をしていますが、本当は汚い大人だと思っています。今でも、あの施設で暮らす子供たちが、本当にかわいそうです。私は、受けた仕打ちを、決して許しません。これは一生忘れられないでしょう。言いたいことも言えたし、帰ります。二度と関わらないで。結婚式の後、私は短期間で2000枚もの A4 用紙に及ぶ告発文を書き上げました。友人やサークル仲間も取材や構成に協力してくれ、その告発文を本として自費出版しました。この本はマスコミにも取り上げられ、施設の問題が広く知られるようになりました。今では行政や児童相談所が介入し、施設は大きく変わろうとしています。本当にやる気か？こんなことは簡単にはいかないぞ。今は私にも手を差し伸べてくれる仲間や、先生みたいな優しい大人がそばにいてくれます。でも、子供時代にこそ、そんな存在が必要なんですよ。私は子供たちにとって、そんな頼れる存在になりたいんです。やめておいた方がいい。と言いたいところだが、決意は固そうだな。はい、もちろん。必ず私は立派な児童養護施設を作って、子供たちの未来を応援します。一説によると、児童養護施設からの大学進学率は 23% で、一般の家庭からだと 75% だそうです。今私は自分と同じような境遇の子供たちを支援するため、夢を実現するために努力しています。